さんこんにちは、丸山くるみです。今日は100均のセリアでお買い物をしてきたので、そちらを紹介していきます。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、では早速なんですけど、まず一番初めにご紹介したいものがあります。それはこちらです。この電球の照明なんですけど、ちょっと今ライトがついていて見えづらいと思うので、ちょっとライトを消します。こちらはこのロープを引っ張るだけでつけたり消したりができる照明なんですけど、この電球の形の照明です。はい、こちらは今鏡のフレームの木のところに自分で画鋲で刺してつけているんですけど、どこかにこうぶら下げたりとか、いろんな使い方ができるなと思って2つ購入しました。こちらすごく私はもう早速使って気に入っているんですけど、ライトの色の明かりの色が真っ白でもなくオレンジでもなく、ちょうど中間のような優しい白い明かりなので、なんかお部屋に夜寝る前とかに一つ灯しておいてもちょうどいいかなと思います。電池と別売りで、こちらは単4乾電池が3つ必要なんですけど、電池も100円均一とかで購入できるので、すごくお得な照明インテリアかなと思います。でプラスチックっていうのがまた落としても割れないっていうのもいいなと思っています。はい、では続いてはキッチンのシンクに使うもの、こちら排水口のカバーを購入しました。こちらは普通の流し台ってプラスチックのこの蓋がついていることが多いと思うんですけど、プラスチックだとぬめりとかが毎日洗っていてもどうしてもつきやすかったり、そのぬめりを取るのにも結構ゴシゴシと毎日洗って、夜最後洗っているんですけど、このステンレスの方がそのぬめりとかがつきにくいのと取りやすい、洗うのもまあプラスチックよりも比較的楽に洗うことができるというのを聞いて、こちらに変えようかなと思って購入しました。ほとんどの流し台に適合しますと書いてあるので、ちょっと早速つけてみたいと思います。あー、ぴったり、もうぴったりでした。これでちょっとはシンクのお掃除が楽になるのかなと思うと、まあ、100円ですけど、こういった細かいのも大切だなと思います。では続いてこちら、このように物干し竿に引っ掛けるだけなんですけど、波打ったものがついているポールが1本と何もついてないもの1本あって、その何もついていない方にお布団をかけたりとかよくしているんですけど、このような取り外しができるものがあるとハンガーをいっぱいかけたい時にはこう便利かなと思って、均等にお洋服をかけられるので風通しもいいですし、この波打ったくぼみの部分にハンガーを引っ掛けると風が吹いてもこうバババッとハンガーがずれたりとかいうのがないと思うので、こちらは絶対に使えるだろうと思って購入しました。晴れた日に試してみたいと思います。もうちょっと数欲しかったんですけど、私のいた店舗には在庫が1つしかなくて、とりあえず1つ購入してみました。はい、そしてこちらも在庫が1つだけだった、なんか人気の商品らしいんですけど、こちらこのようにコードとつないだ携帯を置くことができるという
便利そうなアイテムです。白なので壁につけていても目立ちにくいっていうのもいいなと思いました。とこちらも使ってみます。コンセントをこう差し込んですると裏側から出てくるので、このまままず壁に挿して、あとはこのコードをこの横の溝にこうぐるぐると巻くんだと思うんですけど、はい、このようにできました。この中に簡単にコードをぐるぐるっと巻いて、で自分のちょうどいい長さ、多分 iPhone のサイズとかにもよって違うとは思うんですけど、このように置くことができました。これはすごく便利ですね。在庫があるときに追加で購入しようかなと思います。はい、以上が今回のセリア購入品紹介でした。それとちょっと余談なんですけど、今つけているオレンジブラウンのようなリップがすごくおすすめで、こちらはドラッグストアでも購入できるキスのリップなんですけど、視聴者の方が私にすごく似合いそうですとおすすめをしてくださったリップを購入してみて、すごく発色もよくカラーも気に入っているので、ちょっとご紹介したいと思います。こちらキスのリップなんですけど、名前がベールリッチルージュグロー、カラーは01番です。01番のカラーで、このような綺麗なオレンジとブラウンのカラーですごく気に入っています。もう一塗りでも本当に発色も良くて、この見たままの発色ですね、すごくおすすめなので、よかったらチェックしてみてください。以上で今日の動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。